皆さんに告知です。ゆたかゆきお復活でーす。やったーやったー。10月15日なんだ。あー俺軽病で休もうがや。うん、それでよ。スクリーム登録しといて。もうかわいいね、ミスコちゃん。いや普通に今日のおしっか楽しみだな。わあすごいこれ。これ誰？これみやこちゃん？新劇場版。これ誰やろな俺。よ？わからんな俺。ジョからジョーハーキューシーまで見える。どうか。おダイヤさんいけそうやな。えマジ？さあいけるぞ。いけるね。ああ、マジか。さっきまでプラチナだったじゃん。そうだよ。ダイヤさん。3連チャンピオンか。これさ、なんか俺らいつもさ、3時間ドブにしてた後に、ちょっと仕上がり始めるような。そうなんだよな、いつも。アップに俺ら3時間いるから。いつも。LGS12 時からあるとしたら9時からやろうぜ、俺ら。これ豊か幸男関連のツイートしたら毎回ディプに頼むからおいちゃんとは縁を切ってくれみんが絶対いるんだよ。毎回2人ぐらいリプしてる。一旦ブロックおいちゃんの方ブロック。You know, science isn't exactly an exact science. We're not all in the ring. おいちゃん最近は釈迦さんの悪口言ってた。敵がでかすぎるんだよな毎回。毎回敵がでかいほど回る男なんだな。毎回敵がでかいんだ。え、大江の高幸さんは配信で生活してんの？配信で生活してる。あの三重の実家で32歳34歳。うん、すごくない？34歳でさ実家で配信してる。あの実家最強だよ普通に。憧れるわマジで。でもめっちゃ稼いでるだろうな多分。うん、いやしかも実家だから溜まってく一方だもんね。確かに、うん、確かにそうだな。すごいマジ合理的だと思うほんまに。一番いいよガチ。金貯めるってなったらガチ多分実家子もマジ最強だよ。うん、なくなるから。うん、いや本当に。しかも田舎っていうのが味噌だな。うん、確かに物価ね安いしね。安いし遊ぶ気すら起きない。外も出ないでしょ。確かに遊ぶ気すら起きんのはもう最強やん。それ環境をガチで神。おいちゃんは最強やん、ま、いや最低だろ普通に。最低だろ。最強の戦士や。何モコストレイフって、モコストレイフってのがあるの。モコさんにホライゾン使わせるか。いやでもホライゾン明らかにモコさんじゃねえんだよな。俺ホライゾンなんだよな多分。ホライゾン練習しとこ。ちょっとモコさんホライゾンやべえ、絶対やばい。リフトルワンバガするやつ見たよ、あれやばかったね。ワイちゃん大使館だな。ワイちゃんブラハ練習してるんだ。ちゃんと貢献する気じゃん。ちゃんと練習してんだみんな。ちゃんと練習してんのおもろいな。バンテージ？ああ、向こうさんなんか謎にスナイパーに自信あるからな。